今回ですけども、ウィッシュで HID バルブを購入したので、こちらを紹介したいと思います。実際の取り付けと明るさや色温度、カットラインなども見ていきたいと思います。購入価格はこちらで、バルブが1082円で送料込みで1630円となります。カー用品店に売っているものと比べると格安ですが、Amazon などで買える中華バルブは2000円くらいから売ってますね。おそらく同じようなものかと思われます。今回使用する車はステップワゴンの RG1 で、10年間一度も交換の方はねしてない状態となります。 HID バルブの寿命は2000時間と言われてますので、基本的にね交換の必要はないと思います。バルブには種類があるので、購入にはね注意が必要となりますね。こちらは D2S、D2C 兼用のバルブとなります。色温度は 6000K を購入、おそらく純正は 4300K 程度で、数値が上がると青白くなって、決して色温度が上がると明るさが増すわけではないですね。青白い光は雨に弱いと思います。純正に使われる 4000K くらいがね一番バランスの取れた色温度なのかと思われます。こんな感じで見る限りは問題の方はねなさそうですね。ではね、取り付けの方を開始します。ボンネットを開けまして、この部分となります。こちら右側ですね。バッテリーのマイナスは抜いておきます。まずね、カバーを外します。パッキンが貼り付いてますね。内部はこんな感じですが、位置が悪くて全く見えない状態。この細い線とシルバーの部品をね外します。全く見えないので結構しんどい作業ですね。まずこんな感じで平型端子のケーブルの方を抜きます。次にシルバーのソケットを抜いてます。左右に少し動かしながら引くと抜ける感じです。あとは手探りで針金をつまんで手前に下ろすとね外れますね。こちらはハロゲンバルブと同じですね。外れましたね。外す際にセラミックチューブの向きの方をね見ておくといいと思います。大抵の車は下向きについていると思います。外したものは左側で、右側がウィッシュのバルブです。ではバルブをね入れていきます。決まった位置にしか入らないと思いますが、こんな感じで差し込みます。やはり見えないので結構しんどい。こんな感じでまっすぐ入れて固定もされた状態と。コードとシルバーの部品を差し込んで、これで交換の方は完了となります。一度ライトの方をね点灯してみます。こんな感じでやはりね青白いですね。カバーを閉めて右側の方は完了です。左側も同じようにつけて、ターミナルを戻して完了です。
では夜になりましたら明るさ、色温度、カットラインの方をね見ていきたいと思います。明るさですが問題の方はねないようです。十分明るいと思います。以前と比べてもそれほど変わった印象はないですね。雨でも十分見えてます。では次にカットラインの方をね見てみたいと思います。ロービームの情報の光をねカットする境界線となりますね。カットラインが出ないと車検の方はねもちろん通りません。周りの車にも迷惑がかかるのでカットラインの方はね十分注意の方が必要となります。純正と比べても同じように出てますので問題の方はないですね。見た目はこんな感じでやはりね青白い感じになります。やはり見た目はねかっこいいですね。以前ウィッシュで買った LED フォームをつけるとこんな感じで色が合うのでかなりいい感じですね。こんな感じで中華の激安バルブですが十分使用可能かと思われます。 HID バルブの購入の方をね考えている方などいましたらぜひねご参考にしてください。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。